皆さんこんにちは。素敵なラブリーボーイでおなじみの林ひろ子さん。林ひろ子の変わり果てた現在、本当の離婚理由について紹介します。まずは林ひろ子さんの経歴とプロフィールから紹介します。林ひろ子は日本の元子役、歌手、女優、タレント。血液型は B 型、堀越高等学校卒業。元は俳優、歌手、映画プロデューサーの黒沢久夫。一男二女が生まれ、長女は元女優の黒沢優、次女は元歌手の黒沢萌衣、娘婿は歌手の松岡充。林ひろ子といえばバラエティーやワイドショーで辛口トークを展開する熟女タレント。子役時代から始まり、アイドル、熟女タレントと芸能界で長く活躍してきましたが、最近はあまり見かけません。それには理由があった。なんとテレビ出演をする代わりに林ひろ子はスナックのままに収まっていたのだ。林ひろ子は東京都大田区に2007年に自らオープンしたカラオケサロン、ラブリーカンカンでアイドル時代の持ち歌を披露し、古くからのファンと交流しているのだとか。現在ではファンのみならず、林ひろ子と同世代の50代、60代の歌謡曲ファンが集まり、スナックは繁盛しているそうだ。林ひろ子はスナックのママとしてプチ成功を収めている。そんな林ひろ子が世界の黒沢こと黒沢明監督の息子である黒沢久夫と結婚していたことをご存知でしょうか。黒沢久夫と1980年に21歳で結婚した林ひろ子は3人の子供を設けた。しかし父黒沢明監督の映画のプロデュース業とタレント業を掛け持ち、飲食店の経営も行っていた黒沢久夫は多忙を極め、林ひろ子とはすれ違いの生活が続いたため、次女が成人したことをきっかけに2003年離婚。少年じみたところがあった黒沢久夫に対し、子育てや主婦業で現実をシビアに見る林ひろ子では価値観の相違もあり、それも離婚の理由となったそうだ。林ひろ子から離婚を切り出し、黒沢久夫もあっさり受け入れ、円満離婚となった。林ひろ子と結婚した旦那黒沢久夫は1945年12月20日生まれの元俳優歌手であり、映画界の巨匠黒沢明の息子だ。大学生だった1966年にフォークバンドブロードサイド4を結成し、ミュージシャンとして若者たちをヒットさせた後、映画プロデューサーに転身した。現在は映画プロデューサーとして活動する傍ら、実業家として飲食店経営や黒沢プロダクション黒沢フィルムスタジオの代表取締役社長を務めている。また父親である映画監督黒沢明の記念館設立や映像芸術などの文化貢献を目的とした黒沢明文化振興財団の理事長でもある。2020年には黒沢明の名作映画生きるの英語版リメイク映画リビングのプロデュースに参加することが発表され、2021年春より撮影がスタートされた。林ひろ子と黒沢久夫との間に生まれた3人の子供のうち、長女の黒沢優はモデルとして芸能界デビュー。2000年には女優としても映画アイソーラ多重人格少女でデビューしていた。透明感あふれる美少女でさらなる活躍を期待されていた2002年、黒沢優はロックバンドソフィアのボーカル松岡充と結婚。当時妊娠2ヶ月のできちゃった婚だった。子育てと主婦業に専念するため20歳で芸能界を引退した黒沢優は、その後松岡充との間に3人の子供を設け、幸せな結婚生活を送っているようだ。娘黒沢優の出来婚で林ひろ子は40代にしておばあちゃんになった。黒沢久夫と結婚したことで映画界の巨匠黒沢明一家と義家族になった林ひろ子。映画監督の黒沢明をはじめ、義理の母親は元映画女優の矢口洋子、義理の妹は映画衣装デザイナーの黒沢和子という著名家族の一員となった。黒沢久夫と離婚しているため家族関係も解消されましたが、一時でも家族として交流していたそうそうたる面々を見ていきましょう。林ひろ子は黒沢久夫との離婚後スナックをオープンしたりとパワフルさに磨きがかかっている。2014年にはタレントの大場久美子とお笑いコンビ12を結成し、キングオブコントに出場。結果は2回戦敗退でしたが、
熟女タレント2人のまさかのお笑いデビューは世間を驚かせたものだ。林博子と大場久美子とはアイドル時代からの親友で、コンビ名は林博子は結婚を1回、大場久美子は結婚を2回という2人の結婚の回数から来ているのだとか。大場久美子は半年間のダイエットに励み、コントの中ではアイドル時代以来封印していたビキニ姿を披露。お笑いに向けた元アイドル2人の本気度はかなりのものだったようだ。1974年には微笑みで歌手としてもデビュー、すぐにトップアイドルに上り詰め、特に素敵なラブリーボーイは大ヒット。当時の人気はかなりのもので、林博子の可愛さもピークに達していた。自分でも私より可愛いアイドルはいないと思ったこともあったとか。 CM 契約が1年で重曹本も決まったこともあり、かなりの金額を稼ぎ出したようだ。本人は寝る暇もないほど多忙でしたが、気がつくと家が新築されていたり別荘が購入されていたりしていたという。林博子がアイドルとして稼ぎ出した金額が相当のものだったことは間違いありません。そんな中にあっても親から厳しくしつけられていたこともあり、舞い上がって周囲が見えなくなるようなことはなかったそうだ。アイドルとしての自分を冷静に分析し、外側の林博子は虚像だ、虚像の中に私はいる、外側の私に巻き込まれてはいけないと当時の日記に綴っていたと言いますから、かなり大人びた少女だったのでしょう。また両親からは大根一本ネギ一本の値段を知らないような女性に育っちゃいけないと言われて教育され、アイドルといえどもかなりのリアリストであったことも間違いありません。しかし林博子のアイドル時代は黒沢久男との出会いであっけなく終わりを迎える。アイドルとして絶頂を迎えていた18歳の林博子は番組収録で黒沢久男に出会い交際がスタート。芸能活動で多忙で他の男性との恋愛経験もなかった林博子でしたが、交際2年で結婚、結婚、出産後は生来のリアリストぶりに磨きもかかり、黒沢ファミリーの一員となった後ろ盾もあってか、辛口トークでタレントとしてもてはやされるようになる。若い世代には子役時代、アイドル時代の林博子の活躍ぶりはピンとこないかもしれませんが、林博子が現在貫禄たっぷりの熟女タレントになったのにはこれだけの実績があったからなのだ。現在はスナックのママとして活躍する一方で、アイドル時代の仲間と同世代に向けた舞台昭和歌謡コメディを旗揚げしている林博子、アイドル歌謡を披露するコメディタッチの舞台を披露し好評を博している。現実をしっかり見るリアリストだからこそ同世代のファンが欲しているものが分かったのかもしれません。芸歴50年は伊達ではないのだね、頼もしいばかりの林博子だ。1980年に結婚が発表された林博子と黒沢久男ですが、結婚当時の林博子の人気はアイドルとしてピークに達していた。年間10本以上の CM に出演し10代とは思えない額を稼ぎ出していた林博子ですが、18歳の時に番組収録がきっかけで黒沢久男と出会い交際をスタートさせた。交際2年半で結婚に至った林博子はその後アイドルではなく毒舌な辛口トークを繰り広げるタレントに転身、バラエティやワイドショーで活躍するようになった。林博子は黒沢久男との離婚後スナックのママに転身したことが発覚した。2007年に東京都大田区にスナックラブリーカンカンをオープンし、カラオケが楽しめるスナックのママとしてアイドル時代の楽曲を披露するなどファンとの交流をしながらスナック経営をしている。2021年現在もラブリーカンカンは営業中で、年齢層50から60代の往年のファンが集まるスナックとして繁盛している。林博子の娘、次女の黒沢法は歌手として活動し、2002年に安全地帯の名曲悲しみにさよならのカバーをリリースしている。元アイドル歌手として絶大な人気を集めた林博子の娘とあって次女の歌手活動にも期待が集まっていましたが、残念ながらそれ以降歌手としての活動は報告されていません。目立った歌手活動や楽曲のリリースもないことから、現在は歌手業を引退して一般人として生活しているものと思われる。黒沢優と結婚したことで
林浩子の娘婿となった松岡充。これで林浩子の家族に松岡充も加わることになり、まさに華麗なる一族とも言える家族関係が完成した。現在もタレントとして活動を続ける林浩子をはじめ、家族全員のさらなる活躍を楽しみにしたいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。